Truckers X TV on air。 We are now live in 3, 2, 1。 ユージオ、誰か来る。子供？君たち誰？あの、私じゃない。私は氷教会修道所見習いのフィゼルです。そんでこっちが同じく修道所見習いのリネルです。あの、ダークテリトリーからの侵入者っていうのはお二人のことですか？は？その僕らとしては人海人のつもりだけど、侵入者っていうのはまあ間違いないかな。何よ、見た目は全然普通の人間じゃないのよ。ネル、角も尻尾もないわよ。私は本にそう書いてあるって言っただけですよ。早とちりしたのはゼリの方です。あの、君たち僕らと話すと怒られるんじゃないの？今日は朝から全修道士修道女と見習いに最低限の装備で私室に鍵をかけて困るよう命令が出てるの。ってことは侵入者を見物に行っても誰にもそれがバレる心配はない通りじゃないの？はあ。でもお二人がダークテリトリーの怪物じゃないなら、どうしてセントラルカセドラルに侵入しようなんて思ったんですか？ずっと昔、友達の女の子が西郷基地に連れて行かれちゃったんだ。だから取り戻しに来たんだよ。そうだったの。結構普通の理由だったのね。普通？昔から家族や恋人を連行された人間が教会に抗議の申し立てを行った例は少しだけど記録されてるのよ。こうして内部まで入り込んだのは二人が初めてだろうけど。一回投獄されたのに冷徹の鎖を切って脱出して、しかも西郷騎士を二人も倒したって言うから、てっきり闇の怪物が、もしかしたら本物の暗黒騎士が攻めてきたのかと思って待ってたんです。でもまさか普通の人間だったなんて。もういい？いいよね。じゃあ最後にお名前を教えてもらっていいですか？僕はユージオ、後ろのがキリト。背はないんですか？ああ、開拓民の子供だから。もしかして君たちも？いえ、私たちにはありますよ。私の名前はリネル・シンセシス・トゥレニエイトです。ひゅっとで、私がフィゼル・シンセシス・トゥエニナイン。君、最後。そんなに怖がらなくてもいいですよ、ユージオさん。ただの真ひどくですから。もっとも今死ぬか50回で死ぬかだけの違いですけど。予想通り簡単でしたね、ゼル。うん、さっさと連れて行って処刑して、早いとこ飛竜と神器をもらっちゃおうよ。
これでアドミニストレータ様も私たちを正式な騎士にしてくれるでしょうか。当然でしょ。他の騎士より私たちが早く侵入者を捕まえて処刑すれば認めてくれるはずよ。お二人ともごめんなさい、毒なんか使って。でもなるべくユージオさんたちを生かしたまま50回まで持っていきたかったものですから。ネル、殺すなら喋るだけ無駄じゃない。物好きね、相変わらず。ただの退屈しのぎです。安心してください、私たち殺すのすごい上手いですから、痛くないですよ。さてもうすぐ到着するわよ。こいつらを目の前で殺して副騎士長様の鼻を明かしてやろうじゃないの。ここにいらっしゃるのは副騎士長のファナティオ・シンセシス2殿ですね。天仙剣のファナティオ殿がわざわざお出ましとは、元老もよっぽど慌てているようですね。それとも慌てているのはファナティオ様ご自身でしょうか。このままじゃ副騎士長の座を銀木星殿に奪われかねませんしね。見習いの子供がなぜ名誉ある騎士の戦場にいるのだ。くだらない。戦いに名誉とか格式とか持ち込むから一騎当選の正号騎士様が二度も負けるんだよ。だでも安心していいわよ。騎士様がこれ以上集隊を晒さなくて済むように私たちが侵入者を捕まえてきてあげたから。これから私たちが侵入者さんの首を落としますから、よく見てちゃんと最高司祭様に報告してくださいね。まさか名誉ある正号騎士が手柄を横取りするような真似はしないと思いますけどね。なんて動けない。剣士キリト、並びに剣士ユージオ、王がしてまみえた非礼を深く詫びる。非礼ついでに今しばし我らの不名誉をすすぐ猶予を与えられたし、その後存分に剣を交えさせていただくがいかに。正号騎士第2位ファナティオ・シンセシス2である。トガビトよ、我が神器天仙剣には一末の憐憫すらもありえぬゆえ、言うべきことがあるならばこの剣が鞘にあるうちに言うがよい。不思議に思っているだろう、どうして俺が動けたか。お前たち口を滑らせたな。全修道士と修道女は部屋から出ないよう命令されてるって。カセドラルの中に命令を破る者がいるはずない。なら命令に従わないお前たちは本物の修道女見習いじゃないってことだ。それにお前たちの腰にある鞘、そりゃ南方の攻撃が姿勢だな。ルベルリの毒鋼で作られた。この剣に触れても腐らない唯一の素材だ。ただの修道女見習いがそんなもの持ってるはずがない。だからお前たちが近づいてくる前に毒素分解術を唱えておいたんだ。剣の速さだけが強さじゃないぞ。つまるところお前たちが愚かだったってことだ。ここで死ぬのも仕方ないくらいに。でもお前たちは殺さない。その代わりによく見ておけ。お前たちがバカにしてる正号騎士がどれだけ強いかをな。1 against 5, bring it on.
麻痺は数分で解ける。口が動くようになったら騎士たちに気づかれないように武装完全支配術の詠唱を始めるんだ。準備できたらそのまま保持して俺の配送まで。待たせたな、騎士ファナティオ。剣士キリト、参る。実力のほど見せてもらおう。Yeah, one against five. Bring it on. It don't matter. But we better fight. Fanatio Synthesis 2. Mile! We better be like actually running, not slow walking for whatever reason, because. Oh! We get an honorable battle. We get an honorable battle.Oh, that was close. We broke that guard? Fourfold strike? Okay. At least this one we can actually deal damage compared to the arrow guy. Their soul bolt hurt. That was photon eraser? Not even bad.Yikes. Oh, you hold it down. She got me good. Hey, I pressed the thing. Level 3. Did that even hit?That did nothing! What did we learn in the academy? Nothing! She's guarding everything I got.Hey, your enemy's right there! Oh, well, how did she dodge that? Oh, here we go. Let me show you what I learned in the academy. This is what I learned in the academy. Let's go. Fourfold strike, again she dodged that. Guard yourself. Okay. Cancel, son. Here we go again, let's see if we can do it again. Did we did? Damn it, she got me.I don't know how, but okay. Glad she takes her time. Oh, an honorable one. Okay, that did nothing. Perfectly executed step. Here we go again, round 3.Yeah, it has to be perfect timing. Perfect timing. No rapid fire. Ouch. Oh, so when I'm close range, she dodges it. But when I'm far away, it's nothing. Here we go again. Let's see if my timing's right.I missed one. God damn it. Come on. I got 5 left in the back. Damn it. How? Why? God damn it. Wait, I still have an art in the back.
Oh, sure. Come on, come on, come on! Get up! I did nothing. Here we go again! Timing, timing, timing! Yes, sir! Let's go! Keep going, keep going! Bring it down! Hit! Did that even do a thing? I don't think so. Let's go! Great! Next phase coming right up! Never mind. さすれば城下の霊光はそなたの罪をすすぎ天界へと導こう。でもさらば若く愚かなトガが今だ。ディスチャージ。見たな、貴様。これは貴様もそんな顔をするのか、トガ人。教会に弓引く大逆の徒である貴様すら、私が女だと知った途端、本気では戦えないというわけか。私は人間ではない。天界より地上に召喚された聖豪騎士だ。なのに貴様ら男は私が女だとした途端そのように蔑むのだ。同輩にとどまらず悪の化身たる暗黒騎士どもの将ですらな。言っとくけどな、俺がさっき驚いたのは兜が壊れた途端にあんたの剣気が嘘みたいに弱くなったからだ。顔を隠し剣筋を隠し自分が女だってことを誰よりも意識してるのはあんたじゃないのか。殺せ、貴様だけは。こっちだってそのつもりだ。あんたが女だからって手を抜く気はさらさらないぜ。これまで何度も女剣士に負けてるからな。Alright. Oh, come on, son. My HP is not healed? You gotta be kidding me, Bandai. Don't pull an Atlas on me.Perfect. Here we go again. Come on, come on, come on. One, two, three, four, five. Come on! I can't get it right. Oh, the pain. The pain is my pain. Go, go, go!Perfect. Here we go again. One, two, three, four, five. Come on! That's not right.
Quadruple pain. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nice try. How did you get over there? Go, go, go. That is not fair. Damn it, she got me. Come on. Fourth times the charm. I missed one. Yes, go. Let's go. Come on. That did nothing. Like, literally, it's right there in our face, but that did nothing. Whoa! Beat her down. No matter how much Super Rush we got. What happened back there? Five. Let's go! Let's go! We got it right. Let's go. Togubito. Kisama wa koremade watashi ga tatakatte kita yakara to wa chigau you da. Watashi wa kisama wo taosaneba nara. たとえ騎士の誇りを踏みにじってもな、核も無様な技で勝利する私を嘲笑え。貴様にはその権利がする。天仙剣に秘められた光を今こそ糧から放たれよ。リリース、バカ野郎、自分まで光線に貫かれる気なのか。エンハンス友情、さすがの間合いだ。おかげで助かったよ。キリト、待ってて。今、忠実を。ダメだ、技を止めるな。あいつは、これくらいじゃ倒れない。え、だって、あの人はもうシステムコール。
き手を強引に。本当に人間なのか。くそ、お前に、お前らに正義なんかない。止まれ、止まれよ。憎しみじゃあいつには勝てないよ、ユージオ。お前は聖号騎士が憎いからここまで来たわけじゃないだろ。アリスを取り戻したいから、もう一度会いたいから、アリスを愛しているからここにいるんだろ。その気持ちはあいつの正義に決して劣るもんじゃない。俺だってそうだ。俺もこの世界の人たちを、お前を、アリスを、あいつだって守りたい。だから今はあいつに負けるわけにはいかない。そうだろ、ユージオ。光よ、エンハンスアーマメント。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。ごめんよキリト、本当は僕が前に出て戦わないといけないのに。役割の差だよ。ありがとうユージオ、俺はもう大丈夫だ。無理するなよ。それだけやられれば外からは見えない傷が残っているはずだよ。ゴブリン連中にやられた時よりマシさ。それよりあいつが心配だ。キリト、あいつはお前を殺そうとしたんだよ。あいつらは自分たちのことを絶対の善と言い、お前にとっては絶対の悪だったんだろうけどさ、俺たちもあいつらも生身の人間なんだ。そんな絶対の善悪なんてもの、人間には決められないんだよ、きっと。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。無理だよキリト、出血が多すぎる。誰でもいい、まだいるんだろう、聖号騎士。仲間を助けに来いよ。司祭でも修道しても誰か来てくれ。頼むよ、誰か見てたら助けてくれ。そうだ、来てくれカーディナル、カーディナ。それはダメだキリト、カーディナルさんがもう予備はないって。それはアドミニストレーターと戦うための。分かってる、でもこれを使えば助けられる。助ける手段があるのにそれを使わないなんて、人の命に優先順位をつけるなんて俺にはできない。やれやれ、仕方ないやつやな。カーディナル、あんたが。時間がない、当然のことを聞くな。カーディナル、すまない、俺は。今さら謝るな。お主の戦いぶりを見ている時からこうなるのではないかと思っておった。状況は理解しておる。ファナティオシンセシス2の治療は引き受けよう。しかし完全修復には時間がかかるゆえ、身柄はこちらに引き取るぞ。手短に伝えるぞ。状況から判断してアドミニストレーターは非覚醒状態にある可能性が高い。あやつが目を覚ます前に最上階にたどり着ければ探検を使わずとも排除が可能だ。急げ、残る聖号騎士はわずかだ。
取り乱して悪かった、ユージオ。いや、謝ることじゃないよ。ちょっとばかり驚いたけどさ。それじゃあ、先へ進むか。うん。さてと。うん。All right, next floor coming right up. An antarmonate black what? Available. I've forgotten my name. Alrighty then. Like, comment, subscribe. Oh, there's a safe spot. Like, comment, subscribe. Shrek is XTB and I'm signing out.